マンノさん、実際にご自身でキーワード検索された時に見られるのってどこぐらいまでですか？せいぜい1枚目、2枚目ぐらいじゃないですかね。よく言えば10位内には入れたいところではあるので、 SEO 対策って半永久的に勝手に営業マンとして見込み客を連れてきてくれる。サイトの PV 数が150件ほどだったところが、はい、半年後には4000件と、すでにある記事をリライトされて1週間で急激に順位が上がって、はい、トップ10に入られたっていう、はい、超絶すごい事例なんですけど、コンテンツマーケティングから SEO の戦略とテクニックについて教えていただいてもよろしいでしょうか？マノスコープ。皆さんこんにちは、アマノスコープの時間です。はい、本日は株式会社オロパス様より、マーケティングセクションの高畑さんをお迎えいたしまして、今日はですね、コンテンツマーケティングの一歩目、 SEO 対策ってどうやるのと、スペシャリストとして高畑さん来ていただきました、はい、今日はどうかよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。簡単な会社のご紹介と自己紹介もいただいてよろしいでしょうか？はい、もちろんです。株式会社オロパスは SEO のツールを開発提供しておりまして、はい、ここで認知拡大のためにマーケティング担当を行っております。改めて高畑と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。そもそもなんですけども、この今ご紹介しましたコンテンツマーケティング、はい、そして SEO 対策、まあ、これはですね、やられたい会社さんたくさんいらっしゃると思うんですけども、はい、そもそもどうやるんですかというような、はい、こういったところから教えていただいてもよろしいでしょうか？はい、もちろんです。コンテンツマーケティングってどういうものかっていうと、まあ、その文字通りにはなるんですけど、はい、コンテンツを使ってマーケティングをすることをコンテンツマーケティングっていうふうに言ってて、はい、もちろん天野さんご存知だと思うんですけど、はい、言ってて、そのコンテンツマーケティングの中にもいろいろ種類があって、はい、SNS だったりメルマガだったりブログの記事を書いて、そこで流入をさせて見込み顧客を連れてくるっていうまでの流れをコンテンツマーケティングっていうことが多いです。はい、SEO 対策っていうのは、その特定のキーワードで検索順位を上位まで上げてっていう、そこまでの流れのことを SEO 対策っていうふうに言っているので、はい、コンテンツマーケティングっていう大きい括りの中に SEO っていうテクニックが含まれているっていうのがイメージとしては近いのかなと思ってます。なるほど、なるほど。これからの時代っていうのは、やっぱりこのコンテンツマーケティング、はい、このあたりっていうのは非常にやっぱり注目はされてらっしゃるんですよね。そうですね、はい、それこそコンテンツマーケティングとよく引き合いに出されるのは広告だと思うんですけど、はいはい、コンテンツマーケティングと広告でメリットデメリットみたいなところを話させていただけたらと思うんですけど、コンテンツマーケティングの方は効果が出るまでに時間はかかるんですけど、はい、この後どんどん記事が蓄積されていって資産になってくるので、はい、まあ、半永久的に勝手に営業マンとして、はい、見込み客を連れてきてくれるっていうところがあるので、はい、その後のコストがかからないっていうのはいいところ。広告の方は、はい、効果はすぐに出るっていうの、確かにさっきいいところってお伝えしたんですけど、費用をかけなくなってしまうとユーザーに表示されなくなってしまうので、はい、資産性がないっていうところが大きく変わってくるのかなと思います。でそういうところを比較して資産として残るコンテンツマーケティングの方がいいよねっていうことで、うん、最近は需要が増えてきてるような感じはしています。確かにお客様って自社ホームページもすでに持ってて、ね、なんかコラムとか記事とかって結構作っちゃってるじゃないですか、うん、で加えて、まあ、SEO 対策しようと思ったらこういうワードも取っていかなきゃいけないっていうお話が、まあ、混在していくと思うんですよ、はい、このあたりとかっていうのは、まあ、どうしたらいいんですかね。そうですね、それで言うと新しく記事を書いていくっていうのと、はい、既にある記事を書き直すリライトする作業っていうのは、はい、どちらも非常に重要で、それが簡単にできるものが弊社で開発している SEO ツールのパスカルというものです。お、そういうものをすでに御社が開発をされてらっしゃるんですね、はい、そのパスカルっていうツールはその Google の検索結果を客観的に分析して上位表示させるためにはどうしたらいいかっていうことを明確に示してくれるので、はい、そういった点ではそういう悩みも解消されるんじゃないかと思います。
いや、めちゃめちゃいいじゃないですか。ぜひですね、この操作のところの紹介をお願いしたいんですけども、はい、よろしいでしょうか。もちろんです。こちらがパスカルっていう SEO ツールのトップ画面になります。はい、こちらがですね、誰でも使いやすい UI っていうのを意識して作っておりますので、はい、もう非常に画面はシンプルになっております。はい、はい、で機能もですね、4つのみとなっておりまして、うん、いや、分かりやすいですね。ありがとうございます。はい、実際今日は新しく記事を作っていくときにどういうふうにキーワードを選んでいったらいいかっていうところをまずお伝えさせていただければと思うんですけど、はい、記事作成っていう機能を使ってキーワードを選んでいきます。はい、で操作非常に簡単でして、はい、こちらに大まかなキーワードを入れていただいて、はい、で下に実際に対策をされたいサイトの URL を入れていただきます。あ、なるほどなるほど。はい、あ、僕がセンサーメーカー出身ですから、はい、東京ケイソンさんはよく存じてありますので、ありがとうございます。有料系では非常にトップクラスのメーカーさんだと思いますので、はい、おそらくこれから取っていかれたいであろう流動系っていうキーワードと、はい、東京ケイソン様の URL を実際に入れさせていただいて、はい、分析を開始するというボタンを押します。はい、実際に流動系っていうキーワードで検索しているユーザーがどのくらいいるのか、はい、っていうのが分かります。なるほど。はい、でこちら分析結果出てきて、はい、ちょっと右側の方がインパクト強いかなと思うんですけど、はい、じゃあ流量系に関するキーワード関連して何が調べられているかっていうキーワードマップが出てきます。本当にすごいです。はい、出ます。一瞬で出てきましたもんね。そうなんです。分析時間も短くするっていうのも法律的に SEO 対策ができるようにこだわっております。なるほど。一通り説明させていただくと、検索順位と URL っていう項目があるんですけど、はい、こちらが東京ケイソン様で実際に、はい、100以内に入っているページがあるものはこちらが表示されております。はい、どういうふうに選んでいったらいいかっていうところ、一番大きい流量系っていうキーワードクリックして見てみたいと思います。はい、パスカルでは実際に上位表示するための難易度がどれくらいであるかっていうのを5段階で表示しています。はい、月間の検索ボリュームですね。はい、検索数が多いってなるとやっぱりそれだけライバルも多いキーワードっていうことになるので、うんうん、難易度が高く出るような傾向がございます。はいはい、おすすめ記事形式っていうところで、はい、構造化ページって出てるんですけれども、はい、こちら構造化ページっていうのが出てるキーワードに関しては、はい、流量系っていうキーワードで1枚記事を書いたとしても、はい、なかなか順位を上げるのが難しいキーワードっていうことになっています。なるほど。はい、154ページ以上って書いてあるんですが、はい、流量系ホニャララっていうキーワードで、うんうんうん、複数このページだけ記事を書いていかないとなかなか10位以内に入れていくの難しいっていう。なるほどなるほど。でもそのワードは、はい、先ほどのところから選んでいけばいいわけですよね。そうですね。例えば流量系フロート式とかおっしゃっていただいた通りで、はい、こちらの流量系酸素ですとか、はい、流量系電磁超音波、はい、なんていうキーワードで154ページ以上記事を書いていくっていうところになります。はい、弊社の代表が言ってるんですけど SEO は足し算だっていうふうに言っておりまして、はい、この全てのいろんな要素のところで、うん、10点満点以上目指せるように伸ばしていかないと、はい、なかなか順位っていうところに出てこないので、はい、今回だと小記事数が足りているのに、はい、10位内にちょっと入っていないっていうのは、はい、ドメインスコアっていうのがドメインサイトの強さっていうところがあるんですけど、はい、ここが実際に上位に表示されているサイトと比べると、はい、範囲には入っているんですけど、うんうん、なかなか上と比べるともう少しっていうところがあるので、はい、さらにこの小記事数を増やしていかないと、うんうんうん、なかなか10位以内に入ってくるのこれから対策が必要っていうところになります。なるほど。592流量系に関するキーワードがある中で、はい、すでに23個検索順位取っていただいてるんですけど、はい、例えばこの流量系ガスっていうキーワード、はい、今検索順位68位っていう風になってるんですが、はい、マノさん実際にご自身でキーワード検索された時に、はい、見られるのってどこぐらいまでですか？せいぜい1枚目2枚目ぐらいじゃないですかね。そうですよね。ページ目っていうか、はい、よく言えば10位以内には入れたいところではあるので、うんうんうん、既に記事があって今68位っていうことなので、はい、宝の山が埋もれてしまっているっていうような感じになるので、はいはい、この既にある記事に関してはリライトをしてあげるっていうのが必要になってきます。はい、うん、なるほど。
でこちらの競合分析っていうボタンを押していただくと、はい、上位ページの傾向と合わせて、うんうんうん、例えば今回だったら東京軽装様のこちらのページがどこが違うのか、はい、ずれてるのかっていうのを見てきてくれています。なるほど。これでもさっき結構かなり難しいって書いてましたけど、はい、ちょっと結果が どうなるのか、まあ、不安というか、はい、あれですね楽しみです、はい。でこちらパスカルが分析してきてくれたんですけれども、はい、実際に検索順位1位から30位までのページの傾向が水色のところになっておりまして、なるほど、カラフルな丸をできるだけこの水色の枠に入るように矢印の方向に向かって検索していただくっていう、中央値というか、その上位表示のページのところに近づけていけばいいわけですね、はい、そうなんです。こちらに採点項目というふうにございまして、うん、はい、それぞれコンテンツであれば、あの中身がどれだけオーラ的なものになっているのか、うん、はい、でタグっていうのはそれこそ H1 タグが何個で H2 のタグが何個でどういうふうに構成されててっていうところ とインデックスはサイト内にどれだけページがあるかですね、はい、とドメインに関してはそれこそそのドメインの強さがどのくらいあるのかっていうところと、非リンクに関してもリンク数が多ければあの、はい、点数が高くなって出てくるので、はい、対策していただくこととしては、こちらにスコア何点っていうふうに出てるんですけど、はい、その全てのところで100点以上になるように。おお、なるほどあ、これがその点数なんですね。そうなんです、はい、目指していただくっていうところになります。はい、ご説明ありがとうございました、はい、あ、これもうぜひ使ってみたいと、契約しますと言ったお客様には、はい、なんかさらにご指南とかっていただけたりするんでしょうか。弊社の方でもそこのサポートっていうのは非常に力を入れておりまして、はい、月12回まで受けられる無料の月12回月ですか。月です、はい、無料の個別レッスンっていうものを用意しておりまして、はい、ゆこさんのお客様に月12回受けてくださいねって言ってもなかなか逆に難しいみたいな言われることもあったりするんですけどいや、そうですね翌月も12回いいんですか。翌月も12回大丈夫です。レッスンの内容としても初めて担当になりましたっていう初心者向けの内容から、はい、バリバリ SEO をやられてる方とか も、はい、もう幅広いレッスン内容で対応させていただいているので、はい、どんどんお申し込みいただければと思います。そうなんですか、はい、そんなにこうなんていうんですか、気前よくご指南いただいちゃって大丈夫なもんなんですか。そうですね、そのツールいくら使いやすくっても実際に使ってもらわないと意味がないので、はい、しっかりサポートさせていただきたいなと思ってます。わ、すごいですね。これはめちゃめちゃ嬉しいですね。さらにちょっと教えていただきたいんですけど、はい、先ほどの記事作成とかって話になると、最近やっぱ生成 AI の話ってよくあるじゃないですか、はい、なんかその生成 AI に書かせちゃったらいいんですじゃないですかとか。私も気持ちとしては生成 AI 使って書きたいんですけど、はい、弊社としては全文を生成 AI に書かせるっていうのはお勧めしてなくって、はい、Google の方で今年の3月に大きいアップデートがあって、はい、AI で書いたりとかした低品質なコンテンツについては削除しますよであったり順位下げますよっていうような公式の見解を示しているので、はい、そこはお勧めしていないっていう状況ですね。そういった質問結構お客様からもいただいてるんですけど、はい、ちょっと話変わってしまうんですけど、Google のビジネスモデルのところについて触れさせていただきたいんですが、はい、Google ってあのディスプレイ広告とか、うん、リスティング広告とか、はい、広告の収益で成り立っているので、ユーザーが検索してくれなくなってしまうと、うん、はい、Google のビジネスモデルっていうのが成り立たなくなってしまうんですよね、はい、なのでユーザーに使ってもらうためにユーザーの役に立つものを Google としても上位に表示させたいって思ってるので、はい、AI で作成したコンテンツってどうしてもあのもうすでに出ている情報だったりとか、うん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 、オリジナル性がない一般的なことを答えてくれるものだと思うので、はい、Google としてもそのユーザーに役立つ情報を提供するために最新のものであったりだとか、はい、そういうオリジナリティのあるものを上位表示にさせたいっていうニーズがあると思うので、はい、生成 AI が Google から置き換わるっていうのはないんじゃないかと思っています。なるほど。あ、でも確かに今お話聞いたらちょっとやっぱ使い方が違うのかもしれないですね、うん、生成 AI ってあくまで何か元になるものがあるものを、はい、まあ、まとめていくわけですから、はい、今みたいなスピードっていうこととオリジナル、うん、ユニークっていうことで言うならば、はい、まあ、やっぱりそのデジタル上にこういった資産をちゃんと積み上げていくっていうのは、うん、もう絶対に掛け捨てにならないと
そういう理解でよろしいんですよね。はい、そうですね。将来的には、はい、おそらくキーワードによってその AI で調べるべきものと Google の方で検索すべきものっていう、そういう住み分けがされるようになるんじゃないかなと思ってます。うんうん、非常にすっきりいたしました。ありがとうございます。はい、先ほどのデモンストレーションで見せていただいたりとか、フォローアップのお話を聞くと、これめちゃくちゃなんか成功したお客さんがいらっしゃると思うんですけど、はい、その実際のお客様で の成功体験とか成功の事例なんていうのはちょっと伺っちゃっても大丈夫ですか？自社で実際に対策をされて効果が出たって言っていただいてるお客様いらっしゃるので、はい、ご紹介させていただければと思います。総合不動産事業をやられているお客様なんですけれども、もともとお悩みとしてあったのが、月に広告費として100万以上、はい、結構かけられてたみたいで、ええ、資産としては残らない広告っていうよりかは、うんうん、実際に記事を書いた後資産として残るコンテンツマーケティングの方に力を入れたいっていう風になられたみたいで、明日からご契約いただきました。はい、で実際にやっていただいたこととしては、そちらのお客様の主力商品がリースバックと言いまして、こちらのリースバックっていうキーワードで対策をされたいっていうことで、はいはい、実際に月に5本から10本くらい新規の記事を書いていただきつつ、それと並行して実際に書いた記事の1ヶ月後ぐらいにリライトをするっていう作業をされていました。はい、で結果としては、実際に新規記事を書かれてから半年後に効果が出まして、もともとサイトの PV 数が150件ほどだったところが、はい、半年後には4000件と、だいたい27倍ぐらいになられて、はい、でそれと一緒にコンバージョンももともとの数字から倍になられたっていうことで、はい、非常に効果が出られた事例で、月に100万円以上かかっていた広告費に関しても、はい、大体60万円ほどに削減できたっていうことで、はい、非常に喜んでいただけた事例となっております。すごい効果出てますね。いや、そうですね、はい、で広告費を削減してからも実際に対策を始める前からの流入は増えているので、はいはい、もうプラスの効果がずっと続いているような感じですね。まさにこれ資産化っていうことになったわけですよね。そうですね。もう一つ事例を話しさせていただければと思うんですけど、はい、こちらが大手ゼネコン会社様の事例になっておりまして、はい、当社特に SEO 対策っていうのはそれこそ検索の上位に表示させるためだけのものだから、はい、自分の会社では必要ないよねっていうふうにお話しされてたんですけど、はい、ある日ネットでの記述を見られたみたいで、はい、そちらにはそれこそ Google の検索結果っていうのはユーザーの思いを反映するものだから、はい、そこにユーザーが求めているキーワードで自分の会社が引っかからないっていうのは、はい、企業としてお客様に価値提供できてないよねっていうことになられたみたいで、うんうん、SEO 対策を始められました。しかも超大手ゼネコンさんですからねこれはもうやっておかないといけないですよね。そうですね、はい、そこでですね、はい、実際に対策されたキーワードっていうのが、はい、木造建築っていうキーワードで、はい、こちらのお客様だとか業界全体でその木材の開発っていうのを進めて、はい、業界ではホットなキーワードなんですけれども、はい、こちらの木造建築っていうキーワードで、はい、自社のページが40位以下だったところをすで、はい、にある記事をリライトされて、はい、この対策を始められてから1週間で急激に順位が上がって、はい、実際にトップ10に入られたっていう、はい、超絶すごい事例なんですけど。すごいですねそうなんです。今も SEO 対策続けられてるんですけど、はい、特にお客様じゃない方にも、はい、企業として認知してもらってファンが増えていったらいいっていうようなお話をされていたので、はい、そこは引き続き弊社としてもサポートさせていただきたいなと思っております。いや、めちゃくちゃすごい事例ですね。いや、そうなんです。はい、ちょっと僕気になったんですけど、はい、担当直入に聞いちゃっていいですか？はい、大丈夫です。これだけ成功体験のお客様がいらっしゃるというと、はい、お値段気になっちゃうんですけど、はい、これご契約のお値段って聞いちゃって大丈夫ですか？大丈夫です、はい、月額5万円から、はい、ご契約いただけまして、はい、プラン3つご用意しておりますので、はい、ぜひホームページでご確認いただけたらと思います。月額5万円から、はい、5万円、6万円、8万円っていう感じです。僕的に言うとお安く感じちゃうんですけど、はい、いや、なんかもう今のサービスの内容からするともっと高いっていう印象を持ってちゃう視聴者さんもいらっしゃるかなと思って、すいません、ちょっと本当に担当直入に聞かせていただきましてありがとうございます。
触ってみたいなとか、使ってみたいなっていう風な気持ちに今僕なってるんですけど、はい、そういう場合ってどうしたらいいんですかね。そうですね、弊社としてもやっぱり使っていただいて良さが分かるものだと思っているので、はい、弊社の方では土日を含まない4日間で無料体験をしていただけるものがあるので、はい、実際に使ってみていただけたらなと思います。それこそもう SEO って何ですかみたいな方からも手取り足取り弊社の方でサポートさせていただくっていう心づもりでおりますので、はいはい、ぜひたくさんの方に使っていただけたらなと思います。多分使っていただいたら良さを分かっていただけると思うので。ああそういうことですね、はい、いやもうさまざまなご紹介本当ご案内ありがとうございました。最後にですね、またこれぜひお聞かせいただきたいんですけれども、はい、オロパス様としてですね、これからの、まあ、方向性とか、はい、こう未来こんな風になっていきたいなみたいなところっていうのはあるんでしょうか。そうですね、弊社が目指しているところっていうのが、はい、ビジネスインフラツールになるっていうところなんですけど、はい、例えばそのアドビーさんだったら、はい、フォトショップとかイラストレーターとか、はい、もうデザイナーの方ってもうみんな当たり前に使ってるじゃないですか、はい、と同じようにもうパスカルがこのマーケ担当の方からしたらなくてはならない存在になるっていう、うんうん、パスカルを使ってなんかそれがもうマーケ担当としては当たり前みたいな状態を目指したいなと思っています。すごい、それはもう絶対に目指せますね。ありがとうございます、はい、いやもう本当に皆さんこれからですね、コンテンツマーケティング戦略としては絶対繰り返しになりますけど重要になると思いますので、うん、その第一歩目のツールとして、株式会社オロパスさんのこのパスカルという、ここは言葉に甘えてもう遠慮なくどんどんですね、お問い合わせいただけたらというふうに思います、うん、はい。本当に今日はですね、はい、本当に視聴者の皆さんに、デジタルマーケティングでは欠かせない、まあ、非常に分かりやすい、いい内容の、コンテンツマーケティングから SEO の戦略、戦略と、はい、テクニックについてお聞かせいただきました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい。皆さん最後までご視聴ありがとうございます。